これから八島スキー場に行きます。我が家出発したところです。そっちから行くの？左に曲がればいいじゃん。こっちから。なんで行くときはこっちから。ああ、分かった。今吹雪いてますよ。そう、今晴れてたのにまた吹雪きました。よいしょ。同じ景色だ。吹いて前が全然見えません。わお、全然見えない。何、前進まないよこれじゃ。わ、怖っ。わ、すごい、全く見えません。もう吹雪です。養老甲府だっつうの。はい、じゃあ少し見てきます。ああ、本当だ。よっしゃ。はい、両脇には除雪の目印の棒が立っています。ああ、また吹雪いてる。なんで走ってます。まだ。あ、ほや。この辺が道路だなとね。今日が目に染まらないように気をつけなくちゃ。だから時々雪の中に突っ込むことがあるんですよ。あ、怖い怖い。うわい。いや。だからもう。どっち、あ、そっちから行くの？うん、あ、そっかそっか。あそこ、あ、そうだね、うん、この間通った道ですよ。そうだね。じゃあ写真ムーブ撮ることないじゃん。いや、いいね、撮っていいね。あの、雪国の、うん、雪国の景色ですね、これは。ああ、車が来た。車来た。ちょっと道が悪い。よいしょ。国道から行くのかなと思ったら違う、近道で行くようです。裏道から行きます、うん、はい、この雪見てください。そう、昨日すごい大雪だったんです。この雪の多さ。右にあるのがお墓です。あ、どっかおばあちゃん出てきた。あ、よいしょ。この辺は鶴ヶという集落です。あ、柿の木です。山の中にまた入ります。今日は1月、違うよ、7日だよ。嘘。え、7日じゃなくて、今日7日でしょ。そうだっけ。今日だって七草粥食べるんだよ。そう、うん、あ、雪景色いいですね。わあ、除雪車が通った後だから綺麗ですね。前よりか本当に雪増えたよね。ついさっ
き青空が見えてたんですけどね、なんか急にまた曇って、あー吹雪いてるよ、こっち来たら。この辺は上原というところで、うん、牛を飼ってる人が多いんですよ。おっと、よし、はい、左回ります、はい、左回ります。また桜並木を通ります。あ、除雪車が前走ってますね。あ、飛ばしですね、これは。おお、いい感じだ。あ、雪多いな。あ、おっとっとっと、おっと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 、はい、飛ばしの除雪車があります。あら、この車の後からのこのこ行くのかい。はい、止まります。